まり診断にこだわるな。精神科医カバサワ賞のカバチャンネル、今日は質問をいただきました。セロリさん、46歳、女性、統合失調症を患っています。ここ最近感情の浮き沈みが激しいのですが、これは統合失調感情障害でしょうか？主治医に相談した方がいいですか？また診断名がこのように急に変わることはあるのですか？りょうさん、38歳、女性、通院している病院では私の病名を言ってくれません。そんなものなのでしょうか？診断の問題もカバチャンネルの過去動画でね、相当解説しているので、ぜひ診断で悩んでる方いましたら YouTube の過去動画ですね、ぜひ見てみてください。全本のタイトルと URL を書いた PDF 下の方からダウンロードできるようになってると思います。そこでですね、過去動画でも解説してるんだけど、改めてもう一回解説しますね。精神科における診断名ってあんま意味ないです。以上。精神科の診断名は変わることがありますか？しょっちゅう変わります。以上。だいたい精神科の診断っていうのは状態診断なので、今の状態に合わせて診断をしていきます。つまり患者さんの状態が変われば診断名が変わる可能性が常にあります。あと通院とかドクターとの付き合いが長くなってくると、情報量が増えてくるので、より正しい診断に変わっていく可能性があります。例えば精神科で入院した場合、入院時にだいたい暫定診断っていうのをつけます。1ヶ月か2ヶ月で退院します。退院時診断っていうのをつけます。大抵違う診断名になってますね。同じ診断名のものもありますけども、半分以上は違う診断名になってることが多いです。ということで、内科とか外科は診断違っちゃうと治療が全く違いますけども、精神科の診断っていうのは状態に対して治療していく。なんか気分が落ち込んでうつ状態だから、うつの薬を出していくってことで、うつ病かどうかっていうのはまた別な問題になってくるんですね。話していくとすごく長いんですけども、基本的に診断名っていうのは、治った時に初めて正しい診断が分かるっていうのが正しいイメージなんですね。分かりますかね。仮説なんですね、診断名っていうのは。一つの、この人はこういう状態でこの病気の可能性が高いから、この薬を使うと効くだろうっていう仮説のもとに、実際薬を投与して効いたから、ああほぼ間違いないねっていう仮説なわけですね。分かりやすく、うつ病の薬が効いたらうつ病だよね、この人。統合失調症の薬が効いたから統合失調症だよねっていう部分があるわけですね。もちろんね、きちんと症状を観察して正しく診断していくっていう部分はもちろんあるし、必要な部分ではあるんだけども、それは医者の仕事であって患者さんの仕事ではありません。今一番良くないのは、先ほどのように私は統合失調感情障害でしょうかみたいなことを質問される方がいるんだけど、今インターネットがあるので、簡単にいろんな病名というものを瞬時に誰でも調べることができるんですね。それは何の意味もないので、やめた方がいいと思います。これは患者さんがあまり病名について詳しく調べて、100害あって一理ないので。なぜかというと、私はこういう診断基準に当てはまってるんですけど、例えば発達障害の診断基準に当てはまってるので、発達障害だみたいなことを言って、わーって騒いだり、不安になったり、ギャーって言って、もう俺はダメだって言って、死にたいって立ったりするんだけども、基本的にその精神科の診断基準っていうのは単なるあくまでも基準なので、それをもとに実際経験豊かな精神科医がそれを実際に患者さんを見て診断して初めて決めることができる、そういう診断の基準なのね。例えばオリンピックのスケートとかやってるけど、スケートの審査基準ってあるでしょ。あれ見て、じゃあ皆さん羽生選手の得点計算できます？できないよね。4回転なんとかは何点で、演技点がなんとかとか全部決まってると、それと同じようなものなんですね、精神科のやつも。だからプロフェッショナルでない限りは、そういう診断基準を正しく診断することはできないのです。だから皆さんがこの病名に当てはまってんじゃないのとか、私はひょっとしたら統合失調症じゃなく統合失調感情障害かもしれないとかね、思うんだけど、いやそれ主治医に聞きゃ分かるじゃないのっていう、それだけの話なんだけども、大体それを見て勝手に患者さんが不安になって、勝手に心配して、勝手に病状悪くなって、勝手に具合が悪くなっていくんですよ。だからあまり診断について考えれば考えるほど、ほとんどの 90% 以上の患者さんはマイナスの影響しか受けないので、診断は治った時に分かります。なので診断名を言ってくれませんっていうのもね、よくあるんですけども、それは素晴らしい先生です。診断を言わないっていうのは、なぜかというと、言うと不安になるから。だからこういう風に診断名を言うと不安になる人が多いんですよ、世の中。だからそれだったら言わない方がいいでしょ。だから診断名言わない先生は私は名医だと思います。いい先生です。素晴らしい先生。あなたのことをすごいおもんぱかってくれてる素晴らしい名医の先生だと思います。じゃあ診断名を言う先生が悪いかっていうと、そんなことはないと思うんだけども、非常に慎重でですね、後で変わる可能性があるわけですよ、診断っていうのは。だからそういう意味で非常に慎重で、不用意に患者さんに不安を与えないことを配慮している先生であるっていうふうに私は思いますね。診断名を言ってくれない先生はね。あと診断名を言ってくれませんって皆さん言うんだけど、言った場合において、じゃあ教会からパーソナリティ障害です、あーそんな病気はもうやばーってなるわけだから、ドキッとするような診断名はとりあえず言わないで、ある程度症状が落ち着いたり少し安定してから言ったりするってことがありますね。例えば統合失調症もそうだけど、
初の診断名何ですか、言ってください言ってください言ってください、統合失調症でしたら、余計悪くなっちゃうわけですよ、そういう風に。なのでどれが本人にとってどぎつい診断名なのかよくわからないですね。統合失調症ですって言っても、あそうですかって全く表情変わらなかった患者さんも今までたくさんいますし、普通にパニック障害ですって言ってパニックになる患者さんもいるわけなので、そういったこともあるので、主治医の先生は診断名を告げるのに非常に慎重になっているというのは、これはすごくいい証拠だと思います。ということで長くなりましたけども、精神科の診断名は気にすんなってことでね、あんまり細かいこと気にしないで、わからないことがあれば主治医の先生によく相談していく。診断がどうかというよりも、あなたが今一番辛い症状や一番具合が悪いところを治していくことが重要なんですよ。そうでしょ、診断が重要なんですか皆さん。今一番辛いとこ治んなくていいの、一番苦しいとこ治んなくていいんですか。いや、そっちだよね。だからね、診断は退院するときとか、あるいはもう症状が良くなってから、あなたやっぱこういう診断でしたよって言ってもらえればそれで十分なので、もっとあなたがやるべきこと、例えば睡眠運動、朝散歩とか、もっとやれることに集中すべきなんじゃないかなというふうに私は思います。あまり診断には気にしない方がいいし、ネットで調べれば不安ばっかりでパニクる人が多いので、ネットであんまり調べすぎるのもほどほどにしておいた方がいいんじゃないかなと思います。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。